昼ごはんは浦村柿太郎。どっか抜かれた。そうなんですよ。バイパス行ったらだ抜かれた。バイパス行かなかったでしょ。いいね。まだ物も出てきたよ。これすごいです。これ大輔さんいいわ。見てやん。これいいです。あ、こういうことか。こんなにいらないかな。何人よ。ここで9人だって。あと後半がいるもんでさ。こういうの単品で頼んでもいいわけ？うん。すごい。なんか、ごま油焼きと、うん、なんか、ごま油焼きうまいですか？あの、3個までって書いてある。あ、数がね。席用意しておきましたから。ありがとうございます。用意しておきました。ちょっと早食いで、早食いでいかないとフェリー。早食いどうする、どうやって書いてもらえますか？ご飯とコロッケがお一つね、ありがとうございます。4260円になります。ペイペイで、はい、読み込んでいただいてお願いいたします。いや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 、ちょっとこれは大輔さんヒットだよ、この店。ヒットありがとう、うん、途中までさ、うん、いやいや満帆じゃんみたいなさ、やべえぞやべえぞみたいな話だったけどさ、ここまで来るとまたいいね。そうなんですよ。いいっすね。これ醤油チョンですかね。こんな普通じゃないの。あ、そのまま。レモン、ポン酢かな。ポン酢。あ、ポン酢あります。あ、いただきます。うまそうだな。俺カキが食べられるのを待っている。うん、フレッシュ、ミルキー、ミルキー、ミルキー、うん、うん、ミルク、ミルク、ミルク、あ、すみません、ありがとう。あ、うまい。あ、うまい。こっちだけは揚げ、揚げ、揚げた。これ、あの、カクテルってやつですよ、あの真ん中のやつ。これ、あの、SNS 用でカクテル。これ、真ん中のカクテルってやつ。いただきます。で、こう、バケツだったりとか、これ高かったの、1本これ1本390円で、水にポン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 。いただきます。こんな感じでテントの下で、自分で焼いて、いいね、バーベキューみたいな。うまい。これはまたスクルー焼き場っぽいスクルー焼いてる。あそこ焼き場っぽいスクルー焼いてる。大きいけど、なんかやっぱちっちゃかった。うまい、うまい。焼き場って言うと年寄りが言うと、カクテルサービスでいただいた。あの北九州とかね、ここに出てるやん。カクテル、そうしましょう。うん、うまっ。洋風になった一気に。玉ねぎとトマトとオリーブオイルと、焼き牡蠣いっぱい。おいしそう。いっぱいある。わあ、どうしよう。なんか新しいのがあるんだよね。ごま油焼き。それ焼きだ。焼きです。これが多分、ごま油焼きだ。あ、おまけんちっこいのいた。うわ、びっくりした。いただきます。うまっ。うまっ。逆にこの間生は食べれんかった。あ、ほんま、うまい。こんな大きいの。ごまも美味しい。ごま油美味しい。かきご飯。あ、秋の出汁が出てる。美味しいわ。カニクリーム、カニクリームじゃない、カキクリームコロッケ。はい、ごめんね、ごめんね。はい、あーす。これの、これ1本したいんですね。これ何本？これは絶対熱いと。これ
ありがとうございます。どうもサービス。うん。すげえ、うん、ご飯うまいっすわ、うん、あ、食べてみます、うん、かきご飯山盛り使ったんで思ったより多かったですよね。いやでもかきフライいいんだよ、かきが香りがいいんだよ。何をじゃんけんしてたの？あの、おまけのやつ。そんなおまけじゃんけん、おまけのやつじゃんけんか。負けそうだっせ。そんな一個でやっぱ美味しい、これもっと量食べます。タルタル行きながらの、あれだっけ、うん、ほらよ、やばい、なんか頼んでない、頼んでない、多分ね、頼んでない、ナナさんグラタン頼んでない、